はい、渡辺義です。今回はね、エピック武器をクラフトしてみたの実況をやっていきたいと思います。はい、頑張るぞーい。今ね、これ見ての通り、4000、サルベージ溜まってるんでね。4147。で、今回2種類ちょっと迷ってて、まずね、このアサルトライフルの、ケーバー、インベクティブね、エピック。これ、ガンパークがね、鉄砲玉、ヘッドショットの威力が上がり、足へのダメージが低下する。ヘッドショットの威力が上がるんでね、で、さらにホロポイントはヘッドショットが強化されるんで、それを組み合わせたらさらに強くなるんでね、これね。ヘッドショットの威力が上がるんだけど、足へのダメージが低下する。頭部狙った方がいいんで、これね。打ち勝てるんで、安定性、反動軽減、フォアグリップの効果にプラス。これと、もう一種類がこのマラーの、これマンモスはエピックはもうすでに解除してるんだけど、これね、センチネル、マラーセンチネルエピック、スライサー、連射速度と引き換えに、銃弾が延直線上に発射される。これ一発で5発発射される、延直線上っていうのは、縦に、発射されることを延直線上って言うんだけどね。これかなり強いんでね。で、ヘイスト、移動スピードがわずかに上昇。これと、このね、これ、エラード、サイクルピンエピック、解除する前に、これか、これ迷ってたんだけどね。これもちょっと欲しいんだけど、マンモス持ってるんだよね、今ね。エピック、マラーはね。で、これも一応、欲しいんだけど、サイレン、このバンシーのね、このドップラーエピックっていうのね、衝撃波、衝撃音波、トリガーを引くごとに高振動の衝撃波が重なるということでね、レディネス、マグが空になるとリロード速度上昇、デクスタリティの効果リプラスということで、ね、この3種類欲しいんだけど、これは別に後でもいいかな。これサイレン持ってるの、エピック持ってるんでね。これね、センチネルエピックも欲しいんだけど、どうしよう。今回これで行ってみようかな。これね、レジェンドを解除しないと、エピックも解除されないんだけど、これ今エピック2種類あるでしょ？これ、まだロックされてるんだけど、これは後で追加されたやつなんでね。これデフォルトのやつ、レジェンドはこれなんで、これはもう解除済みなんで、アンロック済みなんで、もう解除できるんでね、これね。今回ね、これ、ケーバー、インベクティブエピックを解除していきたいと思います。ケーバー32、インベクティブの作成完了。ケーバー32、インベクティブアサルト。鉄砲弾安定性エピック解除しました。で、早速ちょっと。まあ、これちょっとレベル上げやってるんでね、まだレベル上がってないやつちょっとやってるんでね、ここでやってみようか。ケーバー、これもレベルマックスになってるんでね。アサルトライフルもスナイパーライフル以外のメインウェポンすべてレベルマックスにしてるんでね。こうやって SMG もライトマシンガンもショットガンもクラシック武器はこの3種類で、 M1 だけまだね、スナイパーライフル 1種類まだマックスにしてないんで。で、今回のこのケーバー32のインベクティブエピック実弾フロート軽量ボディで腰打ち時の精度低下と機動性が高く連射速度に優れるというね。で、ガンパーク鉄砲玉ヘッドショットの威力が上がり足へのダメージが低下する。安定性、反動軽減、フォアグリップの効果、あ、これ後でやるか。解説の時に解説、これ別で撮るんでね、解説&今回のエピック武器をクラフトしてみたっていう実況なんで、解説ちょっと後でやるんでね、別の動画で撮っていくんで、解説&ボット相手に対戦してみたのプレイ実況動画別で撮っていくんでね、交互期待ください。これちょっと使っていくんで、カスタムの方でやっていくんでね、対人間のは別でまた上げていくんでね。
ということで、はい、今回ね、今以上にしたいと思います。今回競馬32インベクティブエピックをクラフトしてみたの実況をやっていきました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。